何事だ。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅の悪鬼を襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹をすかせた獣のように暴れ回ってただろう。 北へ行けば真相がわかるか。いざ勝負。 争う声が。ヤツとして一発。先生。 Yes, sir!
ゆるりと物見とは。 あんたがクロード。ここで何が？行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ。
民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は？この近く。なぜだ？足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か？気にするな、新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて、しかるのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしのいどころが？アキュードの悲鳴を聞いた者が。トマイのおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったの。後をつけた。なぜトモエはこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、トモエは弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか？無論です。櫛の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人で？助けてやらねば。お願い、助けて。ダメです、来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ賭けだ。
Tomoe の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。 Tomoe と？ この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴の虫なだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。おぬしは違うか？クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？恐れながら数が足りませんね。役に立ちますよ。さあ、どうぞ。お役に立ててください。では。目的を達せられますよ。早く船で海に出たいな。波しぶきを感じた。諦めた連中を責める。
dishonorable! Neki yum harsinta, ha? Thank you. Hinin go harwa. Thank you.
寺で争いだ。そうか、危ない。このアリ様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は？近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。どうしてご本尊を。孔明様は無事でしょうか。
走れ、ロブ。血を抜け！
先に言っておれ。
来い。ヒートベルタエニオス。ジャマン。